始めていいの、はい、次に大熊俊明君、はい、大熊君、みんなの党の大熊俊明でございます。本日もよろしくお願いをいたします。ですね、大臣に戻られてからのラウンドアバウトのことをお伺いしようと順番を変えてですね思っておりましたが、まず、最初通告の順番通りですね、お伺いしたいと思いますが、第90条でのですね、いわゆる一定の病気等という部分についてですねお伺いしたいと思うんですが、まずこの病気等の等についてですね、これは衆議院の調査室の資料の5番目のこの、アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚醒剤の中毒、いや病気ではない、ここの部分を等で、読むことになっているのかっていうのをちょっとまず確認させていただければと思います。倉田局長。お答えいたします。今ご指摘のとおり、アルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚醒剤の中毒者というものを含むという趣旨で、等というふうに表現しているものでございます。大熊君。そうしますとですね、例えば発作により意識障害または運動障害をもたらす病気という規定、法律第90条第第1号のロですか。でその中に再発性の失神というのがございまして、これはですね、この調査室の説明によりますと、脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気というふうに書いてございますが、例えばこれの関連でですね、基準というのをお伺いしようと思っているわけなんですが、脳全体ではなくてですね、脳のある一部の虚血によりっていうふうになった場合にはこれに該当することになるのかどうか、お答えいただきたいと思います。倉田局長。お答えいたします。今ご指摘の通り、道交法90条1号6発作により意識障害または運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの、この政令が道路交通法施行令第33条の2の3の第2項というところにございまして、でその第2号に再発性の失神、括弧脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって発作が再発する恐れがあるものを言うというふうにございますので、この脳全体の虚血によりというものに該当しないものはここには当たらないということかというふうに考えております。大熊君。そうしますと、一般化的なところの確認、そうしますとこの基準というのはその当該今ご説明あった政令ということで、よろしいのかどうかということと、それから脳全体についてのみ、その政令の中では定められているので一部分ということになると該当はしないという理解でよろしいかどうかのご確認をお願いいたします。倉田局長。お答えいたします。その病気等についての範囲について政令で定めておりますので、これに該当しないものは対象ではないというものでございます。大熊君。その病気どの程度のですね、範囲かなり厳密、医学的にその厳密に定められるのか、ある程度幅を持った規定なのかですね、考え方だけでも結構なんですが、要するに今細かい議論、全体的な議論ごちゃ混ぜにしてさせて申し訳ないですが、脳全体なのか一部分なのかで、全体した場合一部の出血が全体に広がったものを全体というのか、全体から出血しているものなのかですね、いろいろ、私も素人ですが考えられると思うんですが、ある程度政令の中で幅を持たせた規定という考え方なのか、かなり厳密にですね、医学的にも診断上特定されたそういう規定であるのか、その辺の考え方だけ教えていただければと思います。倉田局長。お答えいたします。この政令を規定する際には、
関係の専門の医学会の方々のご意見等も踏まえて、制定をしたというふうに伺っております。でまたこのこれに該当するかどうかの具体的な判断につきましては、臨時適性検査すなわち専門医による診断というところで、ご診断をいただくという状況でございますので、そういう中でご判断をいただいているものというふうに承知をしております。大熊君、医師の診断についてはちょっとまた後ほど違うところでお伺いしたいと思います。ちょっとまたですね、大臣戻られたんで、ラウンドアバウトの方からですね、ちょっと質問切れるんですが、順番を変えさせていただいて、お伺いしたいと思います。あくまでも建設的にっていう点でですね、一方でリスクをですねしっかりとご指摘させていただき、議論させていただきたいと思うんですね。と申しますのは、私自身もですね、十数年前イギリスの郊外でレンタカーを借りて運転をしましたと。で行く前にイギリスに駐在したことのある方にですね、私は駐在じゃなくて短期の10日ぐらいの要件で行ったんですが、駐在した人からですね、いやドーナツみたいなのがあるから注意しろよというふうに言われて、いやどんなものですかと、いや交差点に信号ないから、とにかくイギリス日本と同じ左側通行だから、とにかく左時計回りに行っとけば大丈夫だよと、でも注意しろということで、その程度かということで行ったもののですね、やっぱりかなりですね、戸惑いが実際ありまして、大臣、実際運転ラウンドアバウトされたご経験ありますでしょうか。それお願いします。浦谷大臣。私決して車運転嫌いな方じゃないもんですから、国家公安庁になってからは一切しておりませんけど、イギリス行った時もですね、レンタカーをよく借りて車運転してます。最初ちょっと戸惑いましたね。でもすぐ慣れましたけども、はい、最初は少し戸惑いがあるとは思いますが、慣れはすぐ、来るんではないかな、そんな印象もしました。大熊君、大臣おそらく運転がお上手なんだろうと。私なかなかですね、1週間10日ぐらいでしょうかね、最後の 2,3 日はようやくちょっと慣れてきたんですが、特にですね、ロンドン郊外ぐらいならいいんですが、もっとさらに、田舎というと語弊があるでしょうか、ほとんど交通量のないところに行って、そうなりますと要するに、地理もですねよく分かりませんから、道に迷っている状態なわけでございますね。あ、ここは右折だという時にですね、慌ててそのまま右折 してしまいがち。実際一回やりそうになったことがある。つまりラウンドアバウトの逆走ですね。でそれはですね、結局ある程度車が走ってるところならですね、流れがありますから分かるんですね。左に行かなきゃいかんと。ところが、いわゆるど田舎で車が走ってない、しかも広いと、そういうところですと思わず右折ですから右に行ってしまうというですね、そうなりますとですね、正面衝突の危険が伴うわけなんですね。この点をですね、やっぱり先ほど海外の事例で統計的に数字、交通事故の数字下がっているという大変全体としてはいい話なんだろうと思うんですが、特にその、慣れない、導入後1年とか2年とかですね、そういう時点で、私が経験したようなことが各地で起こり得るリスクがですねあるんではないかというふうに、実体験として運転うまくないものですから感じるわけなんですね。でそこでといいますか、事前に警察庁の方からでしょうか、資料をいただいて、道路標識をですね作るんですと。青い、標識でその矢印がその時計回りに回っている標識ですね。これはこれで悪くないと思うんですが、道路標識っていうのはあくまでも空間といいますか、その地上 その、ある程度高い地点のところにですね設置されるんだろうと思うんですね。で私の実体験からするとやっぱりその迷っているときは道路標識も見る余裕がないこともありまして、正面と道路の方を見ているわけですね。なのでこの、路面にですね
この何かを書く何かをっていうのは、その右側の方には進入禁止だとか、あるいは左の方だけに矢印を、その大きい矢印を書いておくとかです、ね、イギリスはあのたとちなみにです、ね、何も、まあ、不親切と言いますか、大臣何も書いてない、まあ、非常にこれはですね、まあ、あのとっさの時ですね、困ったことになるので、やはり日本らしさ、海外出ている日本らしさを、まあ、発揮するためにもですね、路面にあのいろいろ分かりやすくですね書いていただくことで、この逆走のですねリスクをあらかじめ減らしておくということが重要なんじゃないかと思うんですが、あのご見解お願いします。福永大臣。委員ご指摘のように、イギリスでは全く路面にも書いてないですからね、あのちょっと戸惑いますよね。でも、まあ、日本は初めてこの試みをしますし、また実際今度実証実験をしてますね。特に飯田の東和町のラウンドアバウトは、あの全部路面にもですねペイントをしてですね、あのそういう誘導をあの矢印等の表示してあります。でやっぱりそれはやるというのは必要でしょうね。まあ、日本の場合はそうやって非常にきめ細かく、ね、いろんな対応をしますので、まあ、その辺はしっかり、徹底をして、啓蒙活動をしていく必要があると思います。私あのすごく昔の話なんですけど、昭和47年に沖縄返還になった時に、右がつく左側に変わりましたよね。それであの時にあのメディアはもう大事故が山ほど起きると結構こう脅したっていうかですね、そういう、報道がなされたんですけど、結果的にそれは事故は多少ありましたけど、やはり警察関係のいろんな地道な取り組み、関係者の取り組みがあって、そんなに混乱がないうちにですね、やはり右側通行するっていう大作業も終えました。まあ、今回は、それぞれやれるところからやっていくということですので、全国が一斉にということではありませんし、また、そういった交差点ができればですね、都道府県の警察、あるいは、その関係者ですね、そういった方々のですね、広報を徹底をしていけばですね、十分その周知は、広まっていくかなと、まあ、そんな認識でおりますが、まあ、しかししっかりそれをチェックしていく必要が警察としてあるというふうに認識しております。大熊君。はい、あの冒頭の通りですね、あくまでも建設的に リスクをご指摘という観点でですね続けさせていただきたいんですが、あの先ほどの質疑の中で、まあ、ラウンドの中は、まあ、徐行だと、まあ、それはあのそういうことに当然するわけなんですが、ところがですね、あのドライバーの心理としてですね、自分がラウンドに入っていると、で左前方にその直進車が止まっていると、自分は優先だと、この心理状態だとですねアクセル踏むんですね、どうしても。これはですね、ラウンド内は徐行だと言われていても、自分は優先だと、左止まっている直進車、左前方アクセル踏んでしまうのがですね、まあ、人間の人情あのだと思うんですね。これはですね非常に危険を伴うわけですね。あの、まあ、法令上ラウンドは徐行ですよ、それはやっぱりそれはそうなんですけども、それだけではその事故は必ずしも、まあ、防げないと言いますか、リスクを減らすことはできないと、まあ、そこで、まあ、これも一つのご提案なんですが、あのラウンドの中にですね、あの凸凹ですか、あのよく商店街なんかでスピードが出ないようにちょっと凸凹になっているところございますね。私の地元の商店街なんかもあるんですが、こういったものをですね、まあ、全部作るとなると予算的にもあれかもしれませんが、その用意するということが、まあ、不可欠とまで言えるかどうかですね、必要なのではなかろうかと。それはですね、もうちょっと言いますと、その実際イギリスで目にしたわけではないんですが、悪く考えますと、あのラウンドですね、まあ、軽井沢、私も一回見てきたんですが、まあ、非常にちっちゃなラウンド、まあ、飯田のは見てないんですけど、もし大きなラウンドですと、その変な話で、その若者の格好のですねスピード競争のですねなんか場所みたいに悪用する輩がですね出ないとも限らないんですね。あのままでその綺麗な路面の、まあ、日本の塗装技術優秀ですから、あの中をですねぐる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 何周して何秒かみたいなですね、そういう輩が出ないとも限らないわけでございます。したがって、そのあの中に凸凹の工作物を置くということについてですね、あの必要なんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。古谷大臣。
そういう、まあ、ちょっと路面にですね凸凹をつけることによって特にスクールゾーンとかですねそういうところは効果発揮してますね。で、まあ、今回このランドアバウトにそういうものをつけるべきかどうかというご提案だと思いますけど、まず3カ所で実証実験しておりますので、やっぱりそこの分析は、まだ全部終わってませんので、しっかり詳細な分析をしていくっていう必要があると思いますね。でその上で、やはり安全対策の徹底のためにですね、もし本当にどうしてもそういうものが必要かって言ったら選択肢の一つかもしれませんが、まあ、今すぐここで私が必要だ必要でないということは言うのは避けさせていただきたいと。やっぱりあくまでもその客観分析に基づいて決めていくということが大切だと思います。から講談のその中で、まあ、レース曲がりのことするんです、これこそ取り締まりの対象ですよ、ということだと思います大隈君。はい、しっかり、講談の部分については取締りの方を お願いをいたします。もう一つそのリスクの関係でございますが、ラウンドアワートの真ん中の工作物ですね、ここについての、まあ、制限ですね、まあ、具体的に申しますと、そのもしその真ん中 その中心部の工作物のところにですね、仮に、まあ、何でもいいんですが、その大きな看板、交通安全って大きな看板を仮に立てたとすると、直進側から看板の向こう側が見えなくなると、交通安全と大きな看板を立てますとですね、そうしますと先ほど冒頭仮に立てたとするとですね、そうすると、まあ、ラウンドに入っていこうで、ぐるっと回って右折しようという車と、反対側から直進してきてラウンドに入ってくる車、その何もなければですね、向こうからあ入ってきたなと、先に入られたなと、ラウンドの中に、そういうのは思うわけです。要するに工作物のですね、すみません通告は具体的に申し上げてないんですが、工作物の制限ですね、何かそのいろいろなものを立てちゃうと向こう側が見にくくなってしまうんで、これについての制限をどうお考えなのかっていうのをお伺いしたいと思います。古江大臣。警察はやっぱ安全対策ということなんですけど、その道路の構造物とか看板になると道路管理者が、対応する、あるいは地元の意見というのもありますので、ちょっと私だけがこうだって答えるのはちょっと適切ではないと思いますので、いずれにしてもですね、もしそういうものを建てるということであるならば、警察だけではなくて道路管理者、地元の関係者の皆様と議論して、そして納得できるもの、お答えを出した上で対応するっていうのが、取るべき、ステップではないかというふうに認識をいたしております。大隈君。わかりました。ぜひ安全対策ですね、まあ、考えうるリスクに対して、いろいろな対応を取った上で、ラウンドアバウトですね、適切に日本にも導入されていくということを期待をさせて、いただきます。それでは元に戻りましてですね、先ほどの最初の冒頭の質問の続きでございますが、法律の101条の6の関係なんですが、括弧1でですね、免許を受けた者等であることを知ったときっていうふうに、記載、条文がございますが、これはですね、お医者さんが、問診などで免許ありますかありませんかっていうことで確認を要は知るという、そういうプロセスを考えていらっしゃるのかということをお伺いします。倉田局長。お答えいたします。改正後の道路交通法第101条の6第1項でございますが、一定の病気にかかっているものを診察した医師が診察の過程等においてそのものが運転免許を受けていることを知ったときに、その診察の結果を公安委員会に届け出ることができることとしたものでございます。これは医師が受診者に運転免許の有無の確認をすることを求めているものではございません。医師は受診者が運転免許を有しているかどうかについて必ずしも正しく認識しているわけではございませんので、届け出を適切に行っていただくため、同条第2項で医師は公安委員会に対しそのものが免許を受けたものであるかどうかについて紹介することができるという規定を設けているところでございます。大隈君。
医者さんの方で公安委員会の方に、求めると、そういう理解をさせていただきました。続きましてですね、先ほど来も出ました、届出を行うべき場合等を定めた自主的なガイドラインについてなんですけれども、これを作成する主体ですね、これは医師団体に限られると、こういう理解でよろしいでしょうか。倉田局長。答えいたします。公安委員会に対する医師の届け出は任意の制度でありますことから、その実効性を担保するとともに、医師と患者との信頼関係が保たれるよう、医師団体の自主的な基準として届け出を行うべき場合やその手続きを定めたガイドラインを作成していただくこととしているものでございます。その趣旨から、医学的知見を有し患者の実情等を把握している医師団体において作成していただくものでございます。ちなみにイギリスにおける医師の通報に関するガイドライン、これも医師団体において作成されているものと承知をしております。大熊君。ここでいう医師団体、例えばお医者さんがですね、何人か集まってですね、じゃあ法律もこれ改正されたし、じゃあこのための団体を NPO 等で作ろうと、設立しようということで、そういう団体、まあ、方々でできてしまうと、それは全部それでじゃあいいですかという、要はガイドラインを作る、団体の基準ですね、そういったものは何かありますか。倉田局長。何か法令上の基準というものがあるわけではございませんが、今日本医師会およびそれぞれの関係学会の方々とご相談をさせていただいておりまして、法律が成立した暁にはその施行に備えてガイドライン作りについていろいろとご相談をさせていただきたいというふうに考えております。大熊君。医師会等以外ですね、自主的に作った団体が違うガイドラインを作ってしまうという、そういうこともですね、まあ、考え方としてはあり得るんというそういうことなんでしょうか。倉田局長。お答えいたします。それぞれのそれぞれの専門のお医者さんからなる学会等において、こうしたガイドラインを作っていただくということにおいて、それぞれのお医者さんがそれに従っていただくという形になることを期待しているところでございます。イギリスにおける事例等を参考にしながら進めてまいりたいというふうに考えております。大熊君。改めて確認なんですが、学会でもですね、学会の中でいろんな会派っていうんですかね、派閥っていうんですか分かりませんが、ある場合がありますですよね。学会としての意見以外にその何人かお医者さんが集まってということでも、それは、まあ、一種 の, その、まあ、オールターナティブっていうんでしょうかね、そういうガイドラインとして、まあ、認められうると、そういうことでよろしいでしょうか。倉田局長。ガイドラインというものは法令上の効果を持っている、法律上の位置づけをしているものではございませんので、あくまで自主的にそれぞれの医師の団体、具体的な学会でございますけれども、そこで決めていただくということでございまして、その中でのお話し合いの中で、しかるべく定めていただくことを期待しているものでございます。大熊君。はっきり分からないんですが、しかるべく定めるというのは一つだけに定まるとは限らなくてですね、複数定まる場合もあるんですが、複数定まる場合、しかも分かりません、ガイドラインが相当違うガイドラインが書かれている場合、これについてどう考える、法律的な、基準がないと先ほどおっしゃったんでしょうか。その場合、複数違うものが出てきた場合についてどう考えるか、ご答弁お願いします。倉田局長。お答えいたします。やはり一つのその専門医 の中では一つのガイドラインとして作っていただく方がより安定した運用ができますので、そうしたように期待をしているところでございまして、それぞれ自主的にそのように措置をしていただくことを期待したいというふうに考えております。
大熊君。もちろん私もそのように期待はしますが、期待通りに必ずしもですね、ことは運ばない場合もあり得るということでお伺いをしているわけでございます。期待通りにならない場合には何か法的な要件があるわけじゃないということで、それを阻止する、つまり違うものが出てきたもの、それに対して阻止するような、まあ、法的な根拠なりっていうものは残念ながら現状では用意されていないと、こういう理解でよろしいかどうか確認をお願いします。倉田局長。お答えいたします。法的な要件等はございません。大熊君。わかりました。確認をさせていただきました。続きましてですね、お医者さんから公安委員会へ、その先ほどの一定の病気等ということで届け出るという、この届け出そのもののですね、正しさあるいはその確認の方法なり主体なりというところについて、お伺いしたいんですが、間違った診察のもとに届け出が行われるということも、まあ、ないことはないと思うんですが、実際にその出された届け出が正しいかどうかをどのように確認する仕組みなのか、教えていただきたいと思います。倉田局長。あ、古江大臣。届けの正しさについてどう判断するのかということですね。公安委員会では医師からの届け出がありまして、一定の症状を呈する病気等にかかっている疑いがあるというふうに認められる場合は、臨時適性検査を行って、専門医の診断を受けていただくと、こういうことになりまして、その結果を踏まえて運転免許の可否を判断するということになります。したがって医者からの届け出はですね、あくまでも公安委員会として、把握するための、きっかけとなるものであって、運転免許の可否の判断というのは臨時適性検査という、専門医の診断、これを踏まえて行っていくと、こういう流れになっています。大熊君。はい、了解いたし、分かりました。続きましてですね、今度はその、逆にといいますか、例えば、あるトラック会社、運送会社があるとしてですね、運転手さん、ドライバーさんを雇用していますと、その使用者、要は運送会社の経営者がですね、ドライバーさんに対して一定の病気等ではないっていうことの書面を聴取すると、そういうことは、可能なんでしょうか、あるいはすべきなんでしょうかとか、あるいは法的にそういったこと、多分定められてないんだろうと思うんですが、その部分についてはいかがでしょうか。小川部長。お答え申し上げます。特定の障害のないことを示す書面の提示を、使用者が雇用している労働者に対して求めることは、基本的には適切ないと考えております。従いまして、職場においてそのような取り扱いなされないように機会を捉えて事業主に対する周知啓発に努めてまいります。大熊君。基本的にはそうだろうと思いますが、運転免許を使った、業務の場合についてですね、ちょっとその特殊性があるのではないかなというような気もいたしますが、現状では今お話になった通りだということで、了解をいたしました。続きまして、あと 2,3 分なんですけれども、もし今回の改正の法律によってですね、免許が取り消しあるいは停止になりましたということでですね、一定の病気等の患者さんがですね、仕事ができなくなりましたという場合のですね、何か救済措置のようなもの、これは、何かないのでしょうか。小川部長。お答え申し上げます。今回の道路交通改正法を伴って、職場において一定の病気等を理由に、解雇など雇用管理上の不利益な取り扱いが行われることは、適当にないと考えております。
で職場に対しましては今回の道路交通法改正を踏まえて一定の病気等を持つものであっても適切な配慮があれば十分能力を発揮して働くことができることにつきまして、警察庁をはじめとする関係省庁とも連携しつつ、リーフレットを作成することも含め周知に取り組んでまいりたいと考えております。大熊君。はい、ありがとうございました。時間となりましたので以上で終了させていただきます。ありがとうございました。